白そうです。行きましょう。ゲストの第2試合、カメギアの DC 対D。ジョニーデータ。データ、青木が出ないと心配でしたが、やっぱり立ち回りは安定している。もういい。しかし、しっかりこれは暴れて動きを止める。コインは当たらない。下入りでコイン1を使わせて、残り1枚。ロッケーバイクか届かないけど、コミが当たるか。ジャンプで回避。カメギア DG、ここでコインの事情に乗ったコインかって言ったら使います。出し投げ。高いけど、落ちないけど、しかし大丈夫か、残りだけか。これを削りながらロッケーバイクランズループ4ループきっちりしてるテクニバードそれはさすがにそして最後はジャンプイゴーが S イギリリーストが引っかかるまず一本選手はデイアイスマン最後秒は間違いないバナを巻きながら空間を制圧していきたいジョニーは差し込むしかないラストはガード。ロッピー。コインバイクと、押し込む。カメギア押し込む。投げ返す。これが、残念すぎる。ブランコ。6回から、ジャンプ絡めて、重い。最後、受け身狩り。はい、ロッピー。これで 1-1。ロケア1。対空精度半端で下へ受けてアウタイミング時計から全然引っかかるしっかりギリートそしてこれはプロこれは問題ない空投げの選択肢だったら直後そして投げ2ラウンドはい頑張れそしてバザーオーパペットカメギアの DC どうする空中制圧したいところだったがキラーで降りてレベルさん